冷凍庫ちっちゃいんだけど。あんだって。いい信じられ、うん。はい。あ違うトイレットペーパーじゃない。あまゆ、あ。なんか魚って大変だね。こうやってこういうことしてさ。変わってるってあるけど結構お肉なんだよね。ピッてやって。切るよ。うん。ホルモンとか。こういう。こういうこと？変わったお肉。足りるそれ足りるか、うん、もう遅いよ今さら頭切るってカルビは食べれるジップロックわかるジップロックあるジップロックがいいらしいトンカツも実際は食べないから食べねしてやることが多くて、私も嫌い。あ、じゃあ誠司さんとだったら行くよ。一人では行かないから。慣れてきてるよ。本当。うわなんかやべ。うわ。テリーちゃん。明日は何時の仕事？あ、まゆちゃんとどうだろう配信で。あ、そうだったね。ごめんなさい。これは私が悪かった。ケリちゃん、明日のご飯はサンマ定食ね。まあ、言わない方がいいんじゃない？うん。え、じゃあこれ明日食べるからもうこのままでいいかな？あ、塩振って放置するのかな。塩振って放置するのかな。いいね。なんか、あ、なんかもう嫌になってきた。私さ、継続力がないんじゃない。やっぱ中卒だったから。中学校の3年間も真面目に座ってられないぐらい。そう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 。やっぱそのさ、勉強するとか宿題とかするってあれってやっぱ忍耐とかを学ぶことなんだと思う。キャリーでちょっとね、元気になっちゃって。ね、頭良くなるっていうかさ。絶対邪魔だよね、これ。え？絶対邪魔だよね。あ、じゃあもう一回サランラップをね、あの、出しといて。あ、待って、味しよう。これはケリーちゃんと私の明日の朝ごはん。結婚願望はあるよ。ケリーちゃん結婚したいの？結婚したい。リョコンさんと？はい。リョコンさんはバツ1ではないのかな？うん、結婚って言ってた。あ、そうなんだ。なんか結婚したことあってもおかしくなさそうな。雰囲気してるもんね。疲れた。まだやることある。子供もね、私も好きだし、将来は欲しいけどね。ケイちゃんの子供はずっとニコニコしてるんだろうな。ニコニコ。そう、結婚してね、幸せに。あー、泉ちゃん花火ナイス、あたり、ありがとうございます。ありがとう。ブリ腐ってないよね、クランクいい感じでしょ。あ、じゃあもう一回トイレットペーパー。はい。
こういうのは私もこういうのをね あの、はい、後回しにしてて、あのこの前大失敗しちゃったから、もう買ったらすぐやっぱやんないと。そうだね、後だってやる気なくなっちゃうから、ね、魚はもう本当に一瞬だからさ学んだ。それは全然違う色とか。私もそういう私も少しずつあの成長してますね。変わって。サマって刺身で食べれないんだっけ？食べれるかもしれないけど、さばくの超大変じゃない？これはもうサバか。サバがなんか。いや、サマも刺身あるじゃん。美味しいよね。なんかサバが刺身食べれないんだけど、もう釣りたてだったら食べれるみたいな。ああ。船の上だったら食べれるみたいな。サマだかサバだか忘れちゃったけど。あね、サバをさ。酸っぱくないので食べれるのってすごい貴重な、うん、あ、サバか。じゃあもう一回トイレット、ああとペットキッチン、はい、クレラップ、うん、いいよ、ピッ、あ、ね、ピッてして、あ、いや、乗せちゃった。塩振る？いや、振んなくていいんじゃない。待って、大丈夫これ。これピッ、これピッてしたときとんでもないことになるんだ。一回巻いちゃう？こうやって巻いちゃう。あ、見えない、ね。この巻いてっちゃった。ここが見えない。え、うん、そう、そういう戦法。頭いい？うん、かわいい。結構ピッてやって。こいつは？5本ですね。たいやん。あとの5本。時間かかる。うわ、これは大地の恵みですから、そんなこと言っちゃダメだよ。大丈夫だったりする時もあるけど、なんか魚の血とかが無理なのかな。あ、生臭そうな。人間の血は大丈夫だけど人間の血っていう感じ。弱いね。私の血も一緒か。はい、ティッシュください。はい、あ、ね、クラウン君ん、もう1時間延長過ぎちゃうとこなんだけど、いい、うん、もうちょっと延長して、うんえ、いい？ 1時とかぐらいまでだったら大丈夫。本当、うん、1時が本当に限界のっぽい感じだね、なんかね。いや、まあ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 大丈夫。なんかいつもだいたい3時とか4時とかに寝るから、うん、あのさ、うん、民座あるよ、うちに。民座なんだろう、俺、あのやばいよ、テロテロになるよ。そう、あのさ、飲み物とかにさ、民剤入れたら、それ犯罪なのかなと。それってどうなの？犯罪だね、あれは。あ、そうなんだ。
れで色とか分かるようになってますね。あ、そうなんだ。青いでしょ多分、うん、あ、じゃあいい溶けるんでティッシュ。あー、なんかね、東横キッズも口の中が青かったね。これでもそれされても怒んないけどね。怒んないの？怒んない。何すんだよこれ。じゃない。怒る？逆に。え？怒る？私？うん、でも警察呼びますって配信つけるのまずね。あ、そうなんだ。俺別に怒んないな。友達とかだ。警察ネタ始めるから。怒る。お前何やってんだよぐらいじゃん。何してくれんだよ、うん、冗談の範囲で、うん、いけるレベルかもしれない。優しいからね、怒んない。優しいってか怒んないよね。ちょっと変わってるよね、なんか。はい、じゃあいいですか。ちゃんと楽やってくれてる。さっきの方式でいく、うん、あ、乗せてく。いや、え、巻いていこう。何、あ、巻いていく。え、でも私さ、うん、まこうやって持ってよ、まずこうやって。いいよ。あ、でもまずいよ、滑ってるよ。まずいよこれ、ね、ちょっとじゃあこれもう巻いちゃった方がいい。オッケー、ちょっと待って。いっぺんに巻くの？まずほらね、この人も。あ、オッケーオッケー、いい感じ。こうやって。うわ、やばい。こんなやり方初めてなんだけど。合ってんのこれ。私が発明したこれ。真ん中、左右と真ん中にこう分けて。はい。いい、3つに分けて。はい。真ん中を切って。あ、これ大丈夫なんだ。はい、じゃあこれラスト2本。皆さんもうこれで終わりですから、うん、ちょっとゲンさん今ね、コラボバトルちょっときついかな。3つに分けるといいかも。ちょっと今ちょっときついか。わー、美味しそう。あ、じゃあゲイさん、いいですか？美味しそうだね。いや、ちょっと料理が見たいんだわ、少し。いや、ね、今、サンマ焼いて、サンマをね、今、さっき配信終わってね、まゆちゃん。はい。少しね、2、3分見てたんですよ。え？潜ってみたんですよ。料理できるんですね。え、私結構前から料理配信してるじゃん。いや、あんまりあなたの配信見たことなかったもんですから。嫌いでしょ、私のこと。え、なんで？いや、嫌いでしょ、ね。こいつにだけは負けたくないとかで今日バトルで。さりげなく。何が？言ってたから。ちゃんまですか、はい、そう、今、秋だから。怖いんですけど。まだ。え？サンマだ。サンマですよ。サンマ2枚おろしてるのかな。え？ 2 枚おろしてるのかな。2枚。じゃ、2枚にはおろしてないけど、これをさばいて冷凍するの、うん、今から。お母さん来られてるの。え？お母さんが来られてるの。いや、キャリーちゃんっていう娘がいます。そう、あとキャリーの娘、あとクラウンくんといます今。クラウンって方、クラウン、そうなんだ、うん、ね、クラウンくん、この人ね、ゲンさん、最近プラチナに落ちて、ゲンさん、うん、あ、そうなんだ、ゲンさん、そう、挨拶して。あ、はじめまして、ゲンさん、クラウンと申します。顔がわかんない、ごめんね、誰かわかんない、ごめん。ラジオ配信者かな、はい、誰だろう。一応顔こんな感じです。ああ、そうなんだ。はじめまして。クラウンさん？
あ、クラウンと申します。はじめまして、松平って言います。無名な配信者です。存じております。どうも。有名でもね、ゲンさん、うん、存じておりますよ、うん、いやいやいや、無名な配信者です。はじめまして。いや、ゲンさん、あのイベントの調子どうですか？まあ、普通です。え、はい、普通ですね。え、なんか急に顔曇ってどうしたんですか、ゲンさん？いやいやいや、いやー、はい、美味しそうだなと思って見てます今。あ、これ1本100円です。サンマかな、どこで買ったのかな、マジか。これあの中港ってところで買いました。中港、そうそうそう、茨城県の。マジで東京なんでしょ？そうそうそう、あのクラウン君の車で連れて行ってもらったの、うん、クラウンさん。そう、あ、つばつきなんだ、モンジョリの。え、モンジョリのつばつきってのは16号つばつき。え、そうなの、クラウン君つばつきやろ。そんなことない。え、違うんだ。違う、ゲンさん、クラウンさん配信長いんですか？二人の共同作業見てもらおう。うん、そうだ。あれ、お投げ始まったってこと？いくよ。え？え、付き合ったの、その二人は？あ、は、8割方付き合ってる感じですね。そうなんだ。なんかお似合いじゃない？キレさん、お似合いかな？お似合いじゃない、こっちにして。え？こっちにして。なんだって？あ、いいじゃん、なんかお似合いって感じでいいじゃん。あ、本当？あ、似合うんじゃない、クラウン君と。本当？優しいよ、うん、クラウン君。じゃあ、はい、OK。いいよ、クラウンさん。あ、僕32です。あ、30、まだ若いね。まゆさんのちょうどいいんじゃない？お似合いで。そのまま結婚してもいいんじゃない？え？まゆ、一緒になったらどうだ、クラウン君と。クラウン君？うん。もうクラウン君、あのすごいリスナーさんからも反響があって、うん、ああ、そうそうそう、でも今までで一番反響があるかもしれない。ああ、なるほどね。そう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 。じゃあゲンさん、私そろそろあのあれ、ご飯が始まるのでいいですか？うん、一回行こうかね。じゃあお願いします。あ、あれ何、花でもつけてるのかな、まゆちゃん。あ、これキャリーちゃんにね、あの買ってもらった。あ、キャリーちゃんにもらったんだ。じゃあ、あのすいません、あの本日もゲンさんに勝たせてください、お願いします。ちょうど誰かいないかな、この時間。はい、みんな無料アイテムお願いします。おいにちゃんいないの？おいにちゃんいないの？おいにちゃん無料アイテムお願いします。まゆ、おいにちゃんいないんか、あの子。え、あの子いないのか。あの子って誰？お犬さんは？え？いないの、お犬は。そうそうそう。じゃあみんなお願いします。あー、ジェット2個、ナイスジェット2個。ナイス、お姉さん。ナイナイス、元気だ。2個ナイス。ナイス、ナイス、ナイス、マイちゃん。みんな滑らして滑らして、マイちゃん滑らして滑らして、D ちゃんもナイス、 D ちゃん滑らしていこう、そう滑らしていこう、みんなで投げていこう。 Y ちゃん2個ナイス、 Y ちゃん。みんな、あの無料アイテムお願いします。大手に立ち向かっていく。 Y ちゃん2個、ね、D ちゃんナイス、 D ちゃん。無名な配信者でやっても仕方がないバトルは。もぐもぐもぐ、誰か力貸してください。お願いします。あ、ゾウさん2個、みーちゃん、どっちでも2つでも分離量アイテムからのみーちゃんナイス、みーちゃん力貸してください。ほら、ちょっと踊って踊って、いいね、シーカナイス、みーちゃんナイス、みーちゃん、りーちゃんもナイス。いや、黙ってるはずよ、横地遅いけ引っ込めよ、お前。あ、かちゃんナイス、かちゃん。あ、ね、クラウン君力貸してください。力貸して、誰か1つでも2つでも160円イベントアイテム、これしかないんです。みんな無料アイテムお願いします、全力の。お願いします、勝たせてください、前に勝たせてください、力貸してください、誰か。いいちゃん5倍、いいちゃん5倍ナイス。どんつくレクサス、どんつくレクサス。まだわからん、わからん、わからん、絶対諦めない、絶対諦めない。見てくれてる人たちがいる。泉ちゃんナイス、泉ちゃん、力貸してください、これしかない、たこ焼きちゃんナイス、力貸して、力貸して、勝たせてくれ、前に。ルーちゃんナイス、ルーちゃん。
ドンツクレクサス。ゆめちゃんです、ゆめちゃん。お願いだから。いいじゃないです、いいじゃないです。いいすぎちゃんに行こうドンツク。ゾウさん、ベタさん。なんだった力貸して。いけリーじゃないす、リーじゃないす。最後差し込みするからね。あ、ゆっちゃんもナイス。気をつけて最後来るから。いっちゃん、ナイス、いっちゃん。ちゃんもナイス。無料からそう、無料から力貸して。あと2分半、2分半です。勝たして、眉に勝たして、絶対諦めんな、絶対諦めんな。ね、諦めなかった、俺は。みんながね、ゆうちゃん、10個、どんつく、レクサス。今ね、復活してきてるよ、俺。家族で諦めない自分がまたできてきている。豪華です。ハニフクが一緒に。あ、10個分リーちゃん、ドンツクレクサス。誰か力貸して、10個、20個。ワンチャンない。頑張れ、みんな。クールでファンタ。ファミリーで、そこいます。力貸してください、誰か。頑張れ、頑張れ。頑張れ。そう、絶対諦めない。コウケン、マユちゃん。ユンちゃん、ありがとう、ユンちゃん。あー、ギンギラスさん、イタちゃん。ドンツクレクサス。誰か力貸してありがとう。誰か力貸してない。誰とそうするらしてこそ。誰か力貸して。誰か力貸して。頑張れ。そう、滑らして。滑らして。ベタの2個。滑らして。みんなあと1分です。あと1分。みんなこれあの差し込み来る可能性があるから。油断禁物。ナイスサイコロ2個泉ちゃん。ブタさん3個ネッチャンですねちゃん。2個スーちゃんもナイスちゃん。ネッチャン3個ナイス。滑らして。力貸して。滑らして。少し力貸してください。ナイスちゃんナイス。お願いします。いっちゃん5枚です。滑らして。見て、ラスト30秒です。ラスト30秒。滑らせろ。滑らせろ。ビタの2個。あー、5枚。いっちゃん、ナイス。滑らして。発売を片付けます。ビタの2個。滑らして。みんなで頑張れ。まゆさん、すいません、ありがとうございます。いえ、すいません、この無名な配信者と、コラボしていただいてありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。すいません、また明日もしよかったらまゆさんから無料アイテムください、お願いします。すいません、大手のまゆさん、すいません。げんさんにあの無料アイテム、まゆさんにナイスボタンお願いします。すいません、ナイスやってないです。あの、無料アイテムください。無料アイテムまゆさんにお願いします。カテゴリー別なんで、はい、お願いします。いいですか、まゆさんから、すいません、無料ください、お願いします。まゆさんからありがとう、お疲れ様、イエイイエイ。まゆさんからイエイ、ありがとう、まゆさんからありがとう。ゲンさん、どうしたんですか、最近。私のことあんだけ嫌いだったのに。あのさ、まゆ、はい、まゆとの俺とのコラボバトルって結構人気があるんだよね。まあでもそうですね。本当に人気ありますか？まゆさんからすみません、ありがとうございます。あのね、まゆさん、いや、私の方は人気があるからいつもゲンさんに勝たせてもらえるんですけど、ゲンさんの方からは人気あんのかな、そこがちょっと心配で、うん、いやいや、そんなもん、まゆさんからありがとうございます。すみません、皆さん、まゆさんからありがとうございます。はい、ありがとうございます。から借りてます、まゆさんから。じゃあ、あのゲンさん、またね。まゆさんからすみません。まゆさん、皆さんありがとうございます。ゲンさん、また明日。まゆさんからありがとうございます。ありがとうございます。まゆさんから。
あのね、クラウン君手伝ってくれてありがとう、はい、あのサンマがねやっとまとまりました、はい、じゃあそろそろあのそろそろね野菜を切りたいと思います、はい、よしね、早くご飯にしなよって私ね、ね、どんだけ大変だと思ってんのね、早くしろってこんな気持ちなんだろうね母親って。奥さんって大変だよね、うん、こんなこと毎日言われるんだろうな、うん、難しい。私これやんないといけないんだって、うん、やんないと。よし、あ、入んなかったこれ、まあ、もういいかこれ直で。じゃあちょっと冷凍庫、私もかわいそうだよ、こんだけ頑張ってね。でこれあのこんな満パンのこれ1000円でした、これいっぱい満パンの。よいしょ、はあ、すっきりした。まだ下処理するのはあるんだけど、まあでもそれはもう後回しにする、うん、できてるので、野菜を切りますね今から。野菜を切ります。スーバーとクラウン君、あ、大丈夫。あ、そうだ、うどんもあるの忘れてた。調理しないから、うん、いやここでは調理しないから大丈夫。あのリビングでね、やってますから。いや私も一生懸命やってる、ちょっとやめて、もうやってるからね、一生懸命生きてんだって必死に。粉末ってやつやばいね、
急いでるからこれ。あとやめてね。あ、そういえばひよこんさんどうなったの？連絡返ってこない。あ、そう。配信してるの？配信してない。あ、してないんだね。あー、ドンツクレクサス、ウオちゃん3個の10倍ドンツクレクサス、ありがとう。ありがとう。原産リスナーなのかな、現地産リスナーさんかな。みんなキャリーちゃんにひどくないからね、しんとめしつこい。原産に投げたことないまいちゃんには、あー10個うおちゃんどんつくレクサスありがとう、ありがとう、あ、リアンちゃんありがとう。リアンちゃんもあのイベントね、あのゲンさんのバトル果たしてくれてありがとうございます、うん、ありがとうございます。あれ人参のピーラーどこだろう。時間がないからもう早く早くってみんな怖いからもう。さあ不思議なんだけど、これがクラウンくんがさ、じゃあ2時間料理してたとするじゃん、頑張れとか言うよね、みんなきっとね、かわいいとか、こんな旦那欲しいなとかさ、まあ、あっちゃんありがとう。あっちゃん、いや、なんでかっていうと、なんかね、前になんか、ヨウブンさんの料理配信見たことがあって、全くそんな感じだったの。そんなもんなんだよ。私が通じないやつは悪いね。ブロックはしててるよ。ソファーのベッド。ね、これこれで。結構寝やすいよ、ソファーの。前だから。ケーキがなくなってきてる。ごめんね。いや、私キャリーちゃんいるのなんかすごい癒されるし、あの嫌って思ってない、嫌だったら止まらせないしね、キャリーちゃん、うん、うん、ありがとう、うん、もうすぐです。あ、豆腐買うの忘れた、豆腐買うの忘れた、ありがとう、
見せて、漏れてる？そこが一番重要なんだよ。バカだな、キノコ洗っちゃいけないんだよ。水菜洗ったよ、水菜。あ、キャリーちゃん、じゃあテーブルちょっときれいにしてもらっていいかな。そろそろそちらに、あの、来ますから。よし、これ野菜、あ、あ、あとうどんだった。今日ね、うどんを買ったんですよ。すごい美味しそうな。はい、これ完成しました。ではうどんを茹でたいと思います。これ美味しそう。うどんもちょっと茹でて、粉落とししてもう入れちゃおうかな。粉落としして、生の七、五分茹でますね。じゃあ、あ、そうそう、水で締めないと。そうそうそう、粉落とし。これさ、持って、テーブルの上に、はい、でさ、つなげて。はい、そうそう、あのね、服が狙うから気をつけてん。麺は、麺もっと食べるかな、3人だったら。これいいか。あ、クラン君、じゃあこれ2つ、これ。少ない、はい、あ、じゃあキャリーちゃん、お茶持って。はい、あの服がね、あの大変だから、うん、あの服に食べられないように。あ、いや、お茶を持ってってほしい。であとコップ3個、うん、
て。あとお茶碗を持ってって。三つね、三つ。三つ。置けないでしょ。はい、アムチンがウルトラプライベートジェットボーナス出ました。これ何？やめて。熱っ熱っ。もう粉落としだからこれでいいのかな。これで。ほら。じゃあもっと怒んないと低い声で。あ、ねえねえ思い出したんだけどさ。なんか今日さ、ツイッター見てたの。そしたらさ、ルイージさんがさ、ほら、お寿司が、お寿司が流れるだろみたいな、見た？お寿司がみたいな、なんか子供がなんかそのお寿司をなんかツン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 ってやったの。そしたら、あ、なんかマグロ、マグロ、マグロ、マグロがぐちゃぐちゃになっちゃうだろみたいな。えー、ちょっとびっくりしちゃった。なんかさ、あれさ、普段もあんな風になんか怒ってんの、なんか途中で、あ、ちょっとやばい、やばいって思ったんだろうね。あ、これ配信中だったみたいな、うん、聞いた、うん、あれ聞いたな。じゃあ皆さんちょっとできたんで食べたいと思います。じゃあ変わりますけどね、これうどん完成した。あ、美味しそう、いいじゃん。ブリショップパーティーだ。はーい。キャリーちゃんパパ、はい、楽しみかな。楽しみ、楽しみ。あ、ね、写真撮っといて。写真ね、うん、そうだね、うん、家族の食卓いいね。ほら、ステイやめやめ、ステイ。いいですね、皆さん完成しました。やめてね、今日ね、あの、みんなで、あの、クラウン君と買いに行ってさ、みんなでこうやって食べてね、楽しいね。じゃあ火が温まったらしゃぶしゃぶしよう。はい、なんか音楽ないと寂しくない？あー、音楽ね。テレビでかける？あ、どっちでもいいよ。うん、テレビにする？テレビ見てたから、うん。クラウン君真ん中に。クラウン君、俺真ん中気まずかった。え、なんで？2人の配信なら俺真ん中気まずいな。隅っこの方が。隅っこ。あ、ポン酢忘れた。俺みたいなものが。あれ、ポン酢どこやったっけ？マユとクラウンは顔が似てるってよく言われるね。え？マユとクラウンは顔が似てるって。みんなに言うんだよ、似てるって。私みんな似てるって言われた。私もヒロくんくんに似てるとか言われる。わかるんだけど。わかる？うん。え、わかんない。なんか、なんか、なんだろう、似てるっていうか。やめて。なんかすごいお似合い。やめて。ほら。ダメだよ。やめて。ほら。ほら、よいしょ、やめて。OK。
ダメなんだよ。クラウン君とチャリちゃんがいるから舐めてるというか。じゃあどうしよう。君はおとなしいね。君なんておとなしいのかしら、うん、君はおとなしいね。ほら家族が増えたよ。やったね、まゆちゃん。うまそうね、いただきたい。うまそう。ポン酢入れるね。ありがとう。パパも入れる？ありがとう。かわいい。そんなやつ。じゃあ入れちゃっていいの？これの適当に入れて。鍋？うん。しゃぶしゃぶ？あ、しゃぶしゃぶだから少しずつ入れるのか。しゃぶしゃぶと鍋の違いがいまいち分からない。じゃあまず食べましょう。食べましょう。みんなで。ちゃいちゃんも取って。あ、取って。ありがとう。生でも食べれるの。そう、うん、うわ、すごい、すごい、おいしそう、おいしそう。うん、あー、泉ファンタジックナイスファンタスティック、うん、いただきます。ありがとう。最後、うん、めっちゃうまいね、これ。おいしいね。めっちゃうまい。うま、ん、おいしい。全然想像してたのと違った。うま、おいしいね。食べよう食べよう。うどんも入れよっか。うまっ。全然想像してたのと違ったわ。おいしい。そう、前もね、ブリシャブ好きなの。ブリシャブおいしいね。うん、初めて食べた。うん、やっぱみんなで食べるとおいしいですね。そうだね。ね、みんなで。取りづらい。あ、ごめんね。ありがとう。ちょっとそっち、こっちになんか混ぜてみる。あー、あー、そうだね。ああ、そうだね。あ、これ。とりあえず、うん、ありがとう。うん、本当の家族だね。え、美味しいこれ。ほぼ生の方が美味しくね。ほぼ生の方が、うん、うどんが楽しみだな。うどんはポン酢？うん。ちょいちゃん、お腹空いてた？お腹空いてた。いっぱい食べてね。うん。ちいちゃん、ほんと子供みたいだな。子供みたい。私、マユトラダムスによると、ひよこんさんとキャリちゃんは付き合うんじゃないかなって思ってる。
本当、うん、そんな気する？うん。けんちゃんは付き合えそう？あ、でも自分でも頑張ったら付き合えるんじゃないかなって、うんうん、そんな気がする。うん、自分でも思う、うん、みんなも見てて思わない？いや、見てる側はやっぱ違うんじゃない？なんか2人の絵面見てるとなんかさ、だって見てる側、俺らだって最初さ、その見てる側の意見だったの、正直、うん、これは色恋なんじゃないかみたいな。でも今やっぱ徐々に変わってきてるじゃん、うん、なんでかっていうと、前もさ、最初さ、あの、まあ、エンタメだったじゃん、うん、でもこうやって一緒にこうやってあのやっていくうちにあるからね、うん、なんかそういうの。あ、うどん食べよう。うどんね。うん。栗、うん、がうまいな。うまい。うどんも食べたい。うどんまだやな。あ、まだ、うん、まだだった。うん。これは最後食べたい。でもうどん美味しい。これも食べれるんだ。うん。それは生で食べれるか。そうだね。最近野菜もいっぱい食べるんだよ。うん、ありがとう。うどん、ね、うどん美味しいんだけど、うどん食べないと取られちゃうよ、前に前に取られちゃうよ。で、勝負だよ、勝負勝負しよう。勝負勝負久々に今日は何もないからゆっくり寝れるかと思ったらキャリーちゃんと花屋さんのあれが始まったりとか。そう、あ、すぐ花屋さんどうなった？花屋さん、うん、解決した？夜中に私着信来てたわ、なんか今日気づいた。あ、昨日大丈夫だったけど、ね、解決したんだ。うん、なんでよかったよ。よく諦めて、うん、やめてくれ、やめてくれ、どいてくれ、うん、やめて、くちゃん、うん、ちょっと熱いかな。うどん美味しくない？うどん美味しい。うどんね、まだあるから足りなかったら言って。ゆっこさんのお金がとかね。
ですよ、いろいろ毎日何かしらその近くで何かがあるから。うそ、無理だ、うん、無理だ。固め派だから。あ、そうなの。いや、わかんない。固めが好きなの。うん、前もね、固めが好きなの。固め派だね。チャイちゃんは。あれ、私も固め好き。あ、そうなんだ。チャイちゃん、柔らかいのが好きそうな。いや、私も思ったの。偏見、ただの偏見。偏見、ありがとう。え、美味しいね。うん、キャリーちゃん、うん、キャリーちゃん、どっかのタイミングで、うん、何でもキャリーで、うん、うちを、うん、お掃除依頼してもいいですか？いいよ。あ、ほんと？うん、何でもキャリー依頼しちゃおうかな。え、いいの、めーちゃん。いや、こちらこそ。ありがとう。いや、キャリーちゃん、掃除好きらしい。掃除はね、結構好き。じゃあ、どっかのタイミングで。うん。前は、外出かけてる時がいいね。あー、そうだね。うん。じゃあ、お願いします。わかった。人でも怒んないね。僕、うん、怒るよ。え、でもあんま怒んない。いつも怒いてる。怒んないじゃん。だから、メンヘラだから、自分に触れてる間は怒んないけど、うん、触れなかったら怒る。なるほど。そっちの方が大変。この子と喧嘩するもんね。この子抱っこしてたら。嫉妬、うん、可愛いけど、うん、キャリーちゃん、なんかまんすじ見えてるって。大丈夫、うん、多分大丈夫だと思うんだけど、多分大丈夫だと思うんだけど、それ確信しないとまずいよ、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、見えてない、うん、さっぱりだね。うん、さっぱりって。クランク、今日は疲れたんじゃない？朝から。うん、そうだね。昨日夜寝るのも遅かったしね。そうだね。何時寝たっけ？3時とかで。2回寝たね、2回。2回寝たね。うん、いけないので、うん、週1回鍋パーティーをしたいと思います。うん、ね。いいね。やっぱなんかあった時とか、揉め事とか、あとおばあちゃんとお兄ちゃんも呼ばないと。でどんどん増やしていこうか、家族。おばあちゃんが10個さんで、お兄ちゃんが演技。で今度ね、ひよこんさんを呼びなさい、うちに。そうだね。ひよこんくん、なんだろう、なんかひよこんさんはいとこのお父さんみたいな。いとこのお父さん。おじあー、おじおじっぽいね、おじさん。ひよこんさんは、来てほしいね、今度。ひよこんさん、なんかおじ顔してるね。確かに、おじかも。おじ感が、おじ感。おじさんって意味じゃなくてね。うん。本当美味しい。美味しいね。皆さん、あともう少しで日付変わるんで、無料アイテムキャリーちゃんと私交互にお願いします。もうそんな時間なんだね。早いね。早いね。そうだね。
乾燥乾燥だ乾燥か乾燥、うん、え、でもさっき一回落ちてなかった あ、 あれね、再開できた再開か、うん、落とされたのかと思ったそうだね、次もうすぐ次の日だからにつけた方がいいね。そうだね、つけた方がいいね。キャリーちゃんにブリあげて。あ、キャリーちゃんにブリ。あ、キャリーちゃんに。あ、うん、美味しいわ、でもブリマジで。ね、食べて食べて。こんなうまいんだね。どうぞ。ありがとう。あ、ちょっと寒くないだけ。うん。うん、あ、自然でいいと思う。親戚のおじさん来た。あ、自然でいいと思う。親戚のおじさん来た。何、親戚のおじさん誰？ひよこんちゃんじゃん。え、来た？コメント？今親戚のおじさん来たよって。え、マジ？あ、エンディーさんね。エンディーか。親戚のおじさん。親戚のおじさんおもろいな。おもろい。いや、なんかどっちかっていうと、あのキャリーちゃんの同級生で、あのキャリーちゃんのこといじめてるけど本当は好きみたいな。あ、小学生の子だね。っぽいね。っぽいね。美味しい。美味しいね、うん。マジで美味しい。うん、なゆちゃんって料理得意なんだよ。ね、そう。ね、まゆちゃんの料理すごく。まゆちゃん料理得意で美味しい。これ言ってるの？あ、そうそうそう。クランクに言ってんの？あ、クランクに言ってちょっと伝えたかった。あ、俺に言ってるんだ、うん、料理うまいかな？料理うまいよ。そうかな。うん、まゆちゃんの料理好き。うん、本当？あのオムライスがマジでうまかった。オムライスエグかった、うん、めっちゃ良かったの、オムライスも。まあ、すぐ作っちゃうよね、なんかお腹すいたって言われたら、うん、早い。オムライスエグかったな、あれ、うん、なんでケチャップないのにこんなうまいんだろうと思った思ったなんかすぐ作っちゃうよね、うん、なんかすぐできちゃうよね、なんか早いよね、まゆちゃんすごいとも手際よくって。え、キャリーちゃん落とされたの？え、いや、私乾燥だと思うよ。あ、ほんと？うん、乾燥だったから赤字になってて、うん、うん、あ、乾燥前だったよ。ほんと？何番？何番？ちょっと見てみて、お知らせ、お知らせ、うん、骨っぽいユーザーらしい。やっぱマンスジ見えてたんだ。見えてたの。あの下着が 見え隠れしてたって。あ、マジか、うん、気をつけなきゃ。やっぱあの閲覧が多いとね、パンパンになりやすいキャリーちゃん。あ、そうだよね、うん、変態版、変態、気をつけよう。気をつけよう。お茶、はい、そこにある。全然気づかなかった。うん、ありがとう。エンディが何か言ってて、またエンディ。あ、てかさ、エンディさんも呼べなかったね。ね、うん、あのエンディさん、次あの食卓始まります、週一の鍋パーティー。確かに家族でエンディ来てほしかったな。確かに、あのよかったらジャパーズなんでね。うん、うん、うどん
入れたばっか、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 本当に本当に本当に粉粉粉日本だけとか、うどんもしゃぶしゃぶだから、うどんもしゃぶしゃぶ、うん、硬い。ハイチュウで龍のひげ作ったやつと同じ味する、これ味っていうか粉の感じが、